はい、どうもゆうきです。今回はパワプロくんポケット R の公式ガイドブックが12月10日に発売されることが決定したので、このパワポケの公式ガイドブック、まあ俗に言う攻略本ですね、攻略本は本当マジで買うべきだというお話とか、あとは、まあ、今まで攻略本でどんなことが載っていたのかなとか、展開してほしい書籍についてのお話をしていきたいと思います。で、こちらもう Amazon にもページできてるんですけど、パワプロくんポケット R 公式ガイドブック単行本2021年12月10日、ファミ通から発売ということで、いやー、発売してくれたね、発売してくれるんだね。結構これびっくりというか嬉しかったんですけど、今の時代なかなか攻略本って買わない人も多いから、インターネットとかで調べられるからね。なんで今回出ないのかなと思ってたんですけど、ちゃんと発売前からこうやって予定をしていてくれるっていうのは嬉しいですよね。で、説明を見てみると、パワポケ R の概要解説のほか、新モードのサイバーバルやおなじみのサクセスモードの攻略など、本作のデータを詳しく網羅した公式ガイドブックです。この一冊でパワポケ R を遊び尽くそうということで、いろいろ情報入ってそうですね。で、まずはゲームの基本がわかる、ゲームの概要を初心者にも分かりやすく紹介しています。サイバーバルモードが分かる。やっぱサイバーバル押してるよね。めちゃくちゃ押してるよね、パワポケ R。 公式サイトとか PV とかオンラインで対応してんのサイバーバルだけとか、めっちゃいろいろ出てるけど、サイバーバルを押しまくってることがここでも感じられたんですよ。びっくりしますね。そんなに面白いのかなね、どうなんだろうね。まあまあそれは置いといて、新モードのサイバーバルをしっかり攻略して解説しています。で、サクセスモードが分かる。サクセスモードをイベントデータを中心に攻略しています。やっぱイベントデータ大事ですからね。キャラクターが分かる。登場キャラクターたちのイラストのほか、登場条件を掲載しています。っていうことでね、まあ、ここら辺があって、本書の内容は2021年11月25日時点でのゲーム内容に基づいてます。アップデート DLC の配信によりゲーム内容が追加変更される可能性があります。ここ結構テンション上がりますよね。ゲーム内容が追加変更される可能性があります。これはめちゃくちゃ希望を持ってたんですけど。で、ページ数が240ページっていうことで、まあ、結構なページ数がありますね。ただ今までの攻略本を考えると、大体今までのパワポケ8の攻略本とかが320ページなんですよ。で、パワポケ14最終作ですねの攻略本が368ページあったりとか、あとパワポケダッシュ、まあ割とボリューム少なめかなっていう、パワポケダッシュですら287ページあるんで、288ページかな、まああるんで、まあどういう内容になるのか、ちょっとページ数これだと普段あったもので足んないものが出てくるのかなとか若干思ってるんですけど、どうなるのかって話して、で、 Amazon ではこの本現在お取り扱いできませんっていう状態になって、まだ予約開始してないのかな。ただ僕もうちょっと動き見てたんですけど、パワポケ R の攻略も一回予約開始したのよ。で、予約開始したんだけど、なんでかわかんないけど、そのページがなくなって、新しくこのページができて、まあ、現在お取り扱いできませんっていう状態になってるんで、ちょっと動きがよくわかんないというか、一回予約開始したのに、一回それを消して、予約受付してないっていう状態になったんで、ちょっと不思議な動きをしてるんですよね。ただ、他のサイトだと予約開始とかしてる部分がいっぱいあって、HMV ブックスさんだと、もうカートに入れて予約開始してるっていうことなんで、気になる方はね、一応 Amazon のリンクは載せておきますけど、パワポケ R 攻略本とかで調べるといろいろ出てくるんで、見てみるといいと思います。で、パワポケの攻略本マジで買った方がいいなって僕は思ってるんですけど、まあ、ゲームの攻略情報は正直あったら便利だけどなくてもいけるっていうのが、今やっぱパワポケ好きな人って攻略ウィキとかすごいいい速さで作るし、そこを参考にする人がめちゃくちゃ多いんですよ。あとは攻略本で今まで攻略情報が結構イベントデータ間違ってたこととか、出現条件間違ってたこととかがたまーにあって、たまーにでもないけど結構あって、若干不安なところはあるんで、攻略情報目的ならもしかしたら攻略ウィキとかでもいいのかもしれないけど、これ攻略情報でいいのが、イベントデータのところにイベントの名前とかがついてたりするんですよ。このイベントはこういう名前だよっていうイベントとか、例えば8でフッキーとデートしてる時に雨が降ってきて髪型が崩れるみたいなイベントあるじゃないですか。あれは雨に弱い知らせとか、まあそんな感じでイベントの内容に沿った名前がついてるんで、へえ、このイベントってこういう名前だったんだとか見てみるのもちょっと楽しかったりとかするんですけど、まあまあイベントデータはそんな感じだよね。イベントデータは正直別にいいんだよ、俺は正直。そうじゃなくって、これパワポケの攻略本で何がいいかって、一番最後の方に座談会がついてるんですよ。座談会っていうのが、
まあ、大体名前がスペシャル座談会っていう感じなんですけど、パワポケのプロデューサーの藤岡さんとか、プログラマーの西川さんとか、そういった方々がこのパワポケについてお話をしたりとか、苦労話とか裏設定とか、まあ、そういったことについてお話ししてくださってるんですよね。で、今パワポケ8の攻略を見てるんで、パワポケ8について若干触れると、想定外に大きくなった大神グループの野望とか、キャラクターの表の顔と裏の顔のコントラストの話とか、あとは一発即死がパワポケの美学っていうような話とかもしてくださってて、まあ、なかなかに面白い内容なんですよ、ね、これを読みたい、これを読みたいから、もう正直このためだけにパワポケ R の公式ガイドブック買おうと思ってます。僕はこれを見たいがために買おうと思ってる。ただ心配な点があって、これパワポケダッシュとかだとなんか4コマ漫画みたいなのもついてたりするんですよね、攻略本の中に。ですげえ嬉しかったんですけど、パワポケ14最終作というか、もう今となったら最終作って言えなくなったけど、このパワポケ14ね、座談会ついてなかったんですよ。なんでって思って、これすげえ楽しみにして買ったのに、なんで今回ついてないのってめちゃくちゃその時ショック受けてね。買った当時はだいぶしんどかったんですけど、意外とあの札侍の攻略方法がよく分かんなかったんで、助かったは助かったんですけど、攻略データこれちゃんとしてたから。ここの座談会がね14なかったんですよ。そこが痛くって、今回ぜひ座談会をつけてほしい。マジでそれが読みたい。本当に座談会が読みたい。今の状況でのスタッフさんの座談会めちゃくちゃ気になってるから、ぜひね、公式ガイドブックにはパワポケ座談会をつけてほしいなと思います。あとは今後書籍展開するのであれば、僕一個出してほしい本があって、パワプロくんポケット大全っていう本、皆さんご存知ですか？こちらパワポケ1からパワポケ5までの情報だよね、確かまでの情報を網羅した本で、2003年の8月8日に発売された本なんですけど、この中にはもっと座談会というか開発者インタビューみたいなのもっと細かく深掘りしていったりとか、キャラクターの設定とかがもっと細かく掘ってあったり、イラストギャラリーがあったりとか、あとは各高校とか各シナリオとかの紹介とか、キャラクターの関係図とかめちゃくちゃ細かく書いてあるんですよ。で、本編では語られなかったようなこと、例えばさとみちゃんの過去に何があったのか、幼少期にどんなことがあってプロペラ団に入団することがあったのかとか、そういった情報も入ってたりとかして、この本めちゃくちゃいいんですよね。ただ問題点は5までしか入ってないっていうこと。だからこの R を機に、まあ1から14、そして R までのパワプロくんポケット大全2、こちらをぜひ出してほしい。書籍展開できるのであれば、公式ガイドブックが R で出るのであれば、ぜひここをお願いしたいなって僕今回すげえ思って動画回してます。いや、いいんだよこの本が。本当に知らなかったところとかも知れるしさ、スタッフさんのインタビューとかも興味深いし、もう本当に読んでほしい。ただね、今プレネついててなかなか買えないんですよね。なんで昔のを買うのは全然本当難しいと思うんで、今のバージョン出して、まあ今のバージョンで DS 作品のパワポケのキャラクターの裏設定とか、そういうのも知りたいじゃないですか。そこら辺をすごい読みたいなと思います。あとはサクセスしようぜっていう、パワプロ×パワポケのサクセスしようぜっていう書籍が1,2,3 あれ3までだったと思うんですけど、があって、あちらもぜひ出してほしい。あちらはパワプロの情報とパワポケの情報で、その時期に出ていたパワプロパワポケの情報とかが入ってるんですけど、例えばパワポケであれば、パワポケ7が入ってるのがサクセスしようぜ1なんですけど、そちらの中には裏サクセス、大正冒険期間編、なんだっけ名前忘れた大正編のこう1回のプレイで全部のアルバムを取り切れるのかみたいな、まあお話とか、あとは表サクセスの各彼女キャラとのなんかショートストーリーみたいな感じで載ってたりとか、あとね Q が入ってるのが確か、サクセス用での3だったと思うんだよね。ちょっと今本棚にあって遠くて取りに行ってないんですけど、3がパワポケ9の情報が入ってたと思うんですけど、あちらは裏サクセスのスペースキャプテン編、あれがボードゲームみたいな感じで、スゴロクみたいな感じになったのが載っていて、もうリアルで遊べるよみたいな感じでできてたりするんですよね。あれもすごい、そのチャレンジ企画みたいなのが結構入ってて、そこが読んでて面白いんですよね。なんでサクセスしようぜも復活させてほしい。でもどっちかっていうとパワポケ大全2を出してほしい。ただ公式ガイドブック確定で出るのであれば、もうその中にスタッフさんのインタビューを載せてほしい。それが一番してほしい。それを一番読みたい。そのために公式ガイドブックを俺は毎回買ってる。全部揃えてる。
そのためだけに買ってると言っても割と過言ではない。攻略だけならウィキがある。でもそれを読めるのは公式ガイドブックだけなんだ。っていうことでね、パワポケ R の公式ガイドブックが出るので、皆さんぜひ買ってみてほしいのと、まあ、そのインタビューとかね、載ってるのかな、ページ数考えるとどうなんだろう。でもそれは需要あるっていうことはご存知だと思うんだよな、作ってる人たちも。だってその頃ってさ、公式サイトの Q&A とかで遊びまくってた時期なんですよ。質問とかで知ってる人とか結構いると思うんですけど、もうインタビュー内容がめちゃくちゃ遊びまくってた時期で、今のパワポケ R の Q&A とか普通にゲームのこと話してて、なんで Q&A でゲームのことちゃんと答えてんのってびっくりしたんですけど、まあ遊びまくってた時期なんで、その頃が楽しかったなって思う方いっぱいいると思うから、乗っけてくれてるんじゃないかなと思うんですけど、はい、ちょっと期待して待ちたいと思います。これ出たらね、また読んで感想とか動画にあげたいと思うんですけど、内容のことは触れないですけど感想とかあげたいと思うので、ぜひ楽しみにしておいてください。じゃあ今回ここまでにしたいと思います。パワポケ R の公式ガイドブックが出たよっていうお知らせと、あとはパワポケ大全2サクセスしようぜ4出してください、お願いしますっていう動画でしたね。楽しみだな。でも近づいてきたな。最近割といろんな動画出してるけど、ベースとしてもう楽しみであることは全く変わりないんで、すげえ楽しみにしてるんで、発売とても楽しみにしてます。0時から生放送するの楽しみだな。めちゃくちゃやりたいな。勝ちたいな。野球マスク倒せるかな。結構怖いんですよね。まあ、頑張っていきましょう。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。